こんにちは、速稼塾のコブです。今回はね、大阪の視聴者さん、塾生さんからのメッセージでございます。というのがですね、こういう質問があったんですよ。で現在ですね、2021年の4月の段階、5月の段階ですね、今ね、例の感染症が大阪でものすごくね、猛威を振るって医療崩壊とか言われてますけども、最悪な状況なんですかとかね、実際どうなんでしょうかと、なんで人々はそれでも何も気にせず活動してるんでしょうかね。一部の方はステイホームされてるみたいですけども、もうね、完全に自由気ままに動き回ってますよね。これで本当に大阪危機の状態なんでしょうかっていうことで、飲食店の方がね、答えてくださいました。はい。まん延防止実施、それから緊急事態宣言などにより、一応ね、営業時間っていうのも短縮されましたけども、売上的には全く変わってません。密度が高まっただけです。というので、いわゆるね、混雑はしてるらしいんですよ。ただ時間が短くなれば、その短くなった営業時間に人が集中するんで、店舗の経営者さん、飲食店をされてる方は逆に営業時間長くした方がいいんじゃないかって言ってますよね。営業時間長くをすると、そうするとお客さんが分散して配置されるんで、そっちの方がもしかしたら密は下げれるんじゃないかなと、合理的だよねって言ってるんですよ。ただ働こうとしては長ければ長いほど大変なんで、それはどうもなっていうところもありますけども、短くしていいことは全くないって言ってますよね。まあ、要するに飲食店にお勤めでの方っていうのは、一応ね、衛生管理はしてるんですけども、そんなの、こんなね、感染症が流行る前からやってたから特に変わんないよということを言われてました。確かにそうだなと思います。そして飲食店にお勤めのこの方、まあ他の方もなんですけども、まあ実際そんなね、感染症で何かがあったっていうのを周りで聞いたことないなとかね、で飲食店のなんかこの組合みたいのもあるらしいんですけども、注意は呼びかけてるんだけども、どっかで出たってのはちょっと聞かないよねと。だから完全にね、バーチャルな世界だというふうに認識してるみたいですね。もちろんいろんな意見はありますけども、日々感染症対策に勤しんでらっしゃる飲食店の方は、こんな本当なのかな、そこまで気にするもんなのかなっていうふうにはなってます。ただ万全を期して、衛生管理はしてますけどね。万全を期して衛生管理してるのは、でも以前からやってることなんで、飲食店は、それから医療関係の方とかね、全く同じなんですよ、前と。まあ少し気になって白衣をね、着替えるペースを早くしたりとか、そういうのはあるみたいですけども、基本的には変わらないよと。以前私たちがやっていた衛生管理と、今世の中のね、いわゆる飲食店に勤めていらっしゃらない方がやってるの、どっちのレベルが高いかっていうと、完全に昔私たちが以前からやっていた方法だって言ってますよね。今普通の方がどれだけね、衛生管理を徹底しようとも、私たちプロの世界にはかなわないよとそれこそスカスカなことをやってて意識してるつもりなんじゃないのっていうふうに、まあ言えないけど思ってるよっていうふうには伝えてくれましたね。確かにね、飲食店にお勤めになった方なら分かりますけども、調理場に入るときにシャーッとね、アルコールやってたじゃないですか、散々パラ、ね、で白衣毎日新しいのに着替えて、白衣はクリーニング出してとかね、やったりとかね、それこそ爪のところこうやって洗ったり、肘までこうやって洗ったりとかね、あのよくね、白い巨塔とかってドラマでありましたけども、あん中でも手術に入る前のシーンがありましたけども、こうやってよく洗ってますもんね。で手袋こうやってしてね、飲食店を務める方も、私もね、お刺身切ってたんですけども、手袋するわけですよ、ビニール手袋、すごい衛生に気をつけてやってるわけなんですよ。だから飲食店に関係してらっしゃる方でものすごくね、衛生管理してますから、はっきりで時短営業とかっていうのは全然ね、そういう現状知らない人が何かの思いつきでやったんだろうと思いますね。それこそやった感を出すためにこれだけやったんだぞみたいな、でも実際にやってないですよ、大阪市なんてのはもう怠慢の最たるもんですよね。吉村知事も顔はかっこいいですけども、やってることちんぷんかんぷんで、もう一言言ったらバカですね、あれをテレビで、イソジーのこともそうですけども、あれ誰か止めないのかなと思っちゃいますよね。あの吉村さんもまだお若いんで、お父さんとお母さんいらっしゃると思うんですけども、お父さんお母さん、さすがに電話かけて止めてあげたらいいと思うんですよ。ちんぷんかんぷんで、まあ、完全なる市民感情、不民感情と離れちゃってますからね。気の毒だなっていう気はしますよね。あれが大阪のローカルじゃなくて全国に発信されてますからね。広島で知事が何言ってもローカルで終わりですから島根県知事の方が目立ってるぐらいでね、だからちゃんとやってるところとか
基本的なことを徹底的にやってるところって目立たないんで全国に放送されないんですけども、だから奇抜なことをやるとね全国に放送されて、まあ、あの視聴率は稼げるんですよ。だから変なことやってるんじゃないかな。東京都の小池知事ももうめちゃくちゃですよね。あの人もあの害でしかないというね、誰があんな人を選んだんだと思いますよ。まあ、オリンピックは即刻中止すべきだと思いますね。ちょっと話ずれましたけども。ということでね、あの大阪の感染症状況ですけども、言うほど現場はそんななってないというのが飲食店さんにお勤めのこの方の意見でございました。まあ一意見なんで全体的には違うかもしれませんけどもね。皆さんどう思うのかまたコメント欄でお書きいただければと思います。コロナは嘘で、ワクチンはインチキ、毒薬、そういった説もあるかもしれません。いろんな考えがあると思うんですよね。なんでしょうね、情報化社会って言って情報がものすごくオープンになったら余計に判断つかなくなってきたんじゃないですか。情報を選ぶセンス大事ですね。それでは失礼します。